7月30日ね、本日7月30日なんですけれども、バトルフィールドハードライン、全力でまったりバトル BFH、10、11、12の更新ということでですね、今日3度目3度目の動画ですね。なんでかというと、この前に上げた2つの動画ね、全力でまったり10と11になるんですかね、がどうやらですね、あの 画像じゃない、配信の設定を、録画の設定かを間違えておりまして、なんか画質があんまり良くなかったんじゃないかなと。はい、それですね、なんか口直しと言ったらおかしいですけれども、まともな設定を探してきましたので、ちょっとそれでやろうかなとね。以前撮ったあのテスト動画の設定がですね、どうも消えていた らしくてね、こんなことになってしまったとね。たまらんですわ。せっかく新しい環境でできるようになったのに。っていうか、あれだな、なんかちょっと今度は設定上げすぎた感じが。これまた撮り直しですか。ちょっとね、ちょっとかくついているような気がするんですが、大丈夫でしょうか、私のパソコンは。ナイスヘッドショット。オッケー。ねえ、困ったもんですよ本当に。ごめんなさい、ごめんなさいっては。うん、それで人数が少ないので、ちょっとこれまた長くなるかもしれませんね。まあたくさん殺しましょう。殺せるといいな。ちょっとね、国籍怪しいんですよねこのサーバーまあ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 、それはしょうがないね。そろそろ来ちゃうかな。なんか撃たれてるね、誰か。オッケーオッケー。こんな感じでね、ちょっと後ろから美味しくいただこう。こっちに刺した。いない。どこだそれ、いた。さすが SA58、 当たる当たるね。皆さんも SA58 使いましょうね、本当に強いんでね。私の動画を見てる人ってやっぱりバトルライフルが好きだとか気になるっていう方が多いと勝手に思ってるんですけれども、どうなんですかねその辺は。あー、こういう時のスティックの調整がいまだに苦手だな。あとマイクノイズゲートっていう設定をオンにしてみました。これでね、鼻息とかが消えるといいんだけどね。あれ結構不快ですよね。あとね、口を開いた時の、にちゃって音。あれを消せたら一番なんだけど、ちょっとそれは難しそうですよね。ヘッドセットなんでね、やっぱりどうしても、マイクとの距離が近くなってしまう。ということで、どうも難しいみたいなんですよね、消すのが。やっぱりあれかな、スタンドマイク。お、うわー抜けない。あー、ダメか。スタンドマイク買った方がいいんですかね。まあいいか、あんまりね、動画動画動画って言ってもしょうがないですよね。
で、何の話してましたっけ。そう、動画を見てる人はやっぱりエンフォーサーに興味のある人とか、エンフォーサーが好きな人とかが多いと思うのでね、もし SA58 まだ触ってない、いないかそんな人、エンフォーサーに興味があったり、エンフォーサーが好きな人で、SA58 まだ触ってないよって人は、いないか。まあ、もしいたらね、使ってみましょう。ほんと強いんでね、敵が溶けるんで。ドロドロに溶けますからね。お、見えなかった。反動もね、フルアタッチメントまでいけば全然大したことないんで。オッケー。その味方のタグに隠れるのはやるな。よし、まだ見てるでしょう。あ、ありがとう。今のは完全に負けるやつだったわ。強い確信。ほう、ヒルアシスト14か。え、14ってどういうこと。この銃を撃って14。 AP トレーサーつけてるんだけど、どういうことだろう。あー、ダメか、残念。口を開けた時に、まあ、やっぱり人間音が出るらしいんですけれども、それを回避する方法っていうのをですね、 Google 先生に尋ねてみたところ、まあ多分どっかで配信やってる方なんでしょうけれども、ゲームをしてる間口を開けたままにするっていうですね、解決法をね、載せている方がいて、それやばいなと。ね、人間ってただでさえゲームしてるときってアホ面になるじゃないですかね。集中していればしてるだけとても人には見せられないような顔になってるんですけど、その上さらに口を開けるっていうのはすごいですよね。もうそれこそ本当に誰にも見せられない。まあ、こんなゲームしながら喋ってるところなんて誰にも見せられるわけないんですけれども、もう本当に封印しなければならない。ね。そういう感じになってしまうんですよね。いや、まあでもやっぱりその、口を開いていれば口を開く時の音っていうのは出ないわけですから。まあ有効なんでしょうね。ちょっとやる気にはならないですけどね。なんか一回このね、カメラを用意してどんなバカ面でゲームやってるかっていうのを見せるのもありかもしれないですね。ないか。やべ、バカなことばっか言ってたら喋れなくなっちゃった。一人見つけた。
うわその控えめな屈伸それ嫌いじゃない、結構好きだ。それは3回だけっていう。こっちのやつやりやがった。敵がいない。おしまいだぜ。一人やった。みんな死んでる。私の分も残しておいてください。すごい接戦だな。241-240。これは接戦っていうか、上にいっぱいいるんだよな。みんなこっちの下の方に降りてきてない。一人やった。サースを見つけたぞ。うんだー、待ちすぎた。キルアシスト報酬。まあキルアシスト多いよね。マジで言ってんの。あ、咳が出る。すいません、一回カメラじゃない、マイク切ります。ふう、いない。最低 93R に負けた。これはもうこの動画のハイライトだ。ここで屈伸でしょ。これ屈伸だったらもうグーの音も出ないよ、マジで。こっちに救急キットを頼む。うわ、注意力が。厳しいな。動画ちゃんと撮れてるかな。不安だな。くはあの距離 50m 以内だった。結構 50m って長いですよね。まあ、冷静になるとやっぱり即死距離 50m ってやばいよな。危ない。
まだ来る。そりゃそうだ。おお、違う人か。しかしひどい話でね、画質があれだったってことは、あの50分のとんでもない暇な動画をね、ぬるぬるでもないものを50分見なければならない。まあ見なければならないってことはないんですけど、50分見る羽目になるかもしれないと。そんな拷問みたいなことがある？ああ、ダメか。ねえ。ね、チケットは350-343。勝ってますね。僅差。まあ、ほぼ五分かな。弾薬は足りてるか？焦ったなんだここ激しすぎだろ。もうちょっとおとなしくしてほしい。上は大丈夫。大丈夫かな。今のしゃがむ動作がなかったらやられてたな。しゃがむっていうか伏せる。くあ、焦った。焦っちゃった。すんごい SG553 使ってる人が多い。G36C の方が強くないかな。好きなのかな ?SG553 が。それとも私が知らない何かものすごい能力が SG553 にあるのかもしれない。あの、好みで言うとね、SG553 が、の方がね、ずっと好きなんですけど。ね、あの、BF4 でも、初期はずーっと SG553 使ってましたからね。でもね、シグはいいよね。高級感というかね。まあ、高級感つっても。いや。今、結構危ないことを言おうとした気がする。ていうかもう3本目の動画だからか知らないですけど、なんだろうな。この、声に元気がない。声張っていけ。声を張っていけ。これはいるかな？いない。何、忙しいけど一発も撃ってない。忙しくも何ともない。ただビビってるだけだ。いないね。上がってくんなよ、上がってくんなよ。よしよし。やつは始末したぞ。なんてこと。そんなものを人に向けてはいけない。
逆転された。417の437。まずいぞ。焦ったー。よし。うわ、時間かかったー。死んだかと思った。おい、弾薬を受け取れ。上か。まずい、撃っちゃったよ。よしよし。ちょっと待って、マジで反応が遅いぞ。これは昇竜拳出ない時の反応ですね。うわー、うまい。463の488。ちょっと厳しいな。結構頑張ってると思うんですけど、47の20ですね。相手も同じぐらいの人いるわ。死んだ。よし、一人抑えたぞ。やったぞ。くー、死ぬ。すごい銃だ本当に。いってー、やめてください。死んでしまいます。だから全然敵が見えない。うおー、サブレッション。頑張れ頑張れ頑張れ。30差か、つらいな。
おお、なぜなぜなぜ、あ、上。当たらない。弾薬だ、ほら。よし、それ敵では。やっぱり。ごめん、今味方死んだの絶対私のせいだね。来ないかな。来る。危ない。来た。よし、あー、チケさ埋まらないか、残念。数を減らしてまで頑張ってみたんだけど。わあ、うん、まあまあ頑張ってますね。でも負けるとな、チームデスマッチとはいえ勝ちたい。560対600ですね。で、キルデスが61の25。ほう、頑張りました。頑張りましたね。スコアボードがこんな感じ。相手がやっぱり殺してますね。うん。概要がこんな感じと。リップタイドやりたいんだけどな。ちょっと疲れたので、ここまでにしましょう。というわけで、7月30日の、3部作はここまでということで、もしもね、全部見た方いたら、本当に、お疲れ様でした。ね、今後はですね、設定間違えないように気をつけますのでですね、ご容赦ください。ね、チャンネル登録がまだの方はですね、ぜひ右下のハムからですね、チャンネル登録をしていただけると、私喜びますので、ぜひよろしくお願いいたします。長々とね、本当すいませんでした。とにかくまあ、ご視聴ありがとうございました。いくさでした。